この時この一戦に人類の存続がかかっている。今一度心臓を捧げよう。最終防衛線を死守するのだ。突破されれば人類の敗北は避けられん。戦闘は調査兵団と駐屯兵団に任せ、憲兵団は拠点の防衛に専念するぞ。まだ許さないわよ。これでいいでしょ。行くわ。物足りない。この怪我では。頼む、私の代わりにこれを使って防衛拠点を設営してくれ。始めましょう。ありがとう。無事に防衛線を拡大できた君のおかげだ。宝石による被害は甚大だ。正反、獣の巨人の討伐に向かえ。次から次へと押し寄せてきやって。行く。巨人が邪魔だ。このままじゃ拠点を設営できねえ。手を貸してくれ。頼む。防衛拠点を増やせれば防衛線を拡大できるんだ。見せてあげる。無事に拠点を設営できたぞ。ここからは俺たちも加勢するぜ。こいつを殺しさえすれば投石はやむ。何としても倒すぞ。はい班長。見ていろ獣の巨人、お前さえいなければ人類は。班長、人間様の恐ろしさ思い知らせてやりましょう。行くわ。まだ許さない。もう終わり。逃げられたか。だがこれで投石はやんだな。物足りない。負けるわけにはいかない。ウォールシーナを突破されるわけには。防衛線の人員が足りない。巨人に阻まれて合流できていない兵士がいるようだ。防衛線はまだ破られていないな。このまま維持せよ。深淵だ。救援要請か。僕たちも防衛線に合流しよう。
ええ、行きますよ。絶対に勝って生き残りましょう。見せてあげる。獣の巨人、想像してた以上だよ。他の子に構っている余裕はなさそうだ。よし、このまま防衛線を維持し続けろ。攻防は人類の優勢です。これで終わるとは思えん。獣の巨人の狙いは何だ。超大型巨人、壁内に内側から壁を破るつもりか。防衛線を維持しつつ速やかに超大型巨人を討伐せよ。壁外への壁を破壊されれば人類は敗北する。ヤツが壁に到達する前に仕留めよう。見せてあげる。脆いのね。敵だった。逃げちゃダメ。何だ、キュッ、遠洋船か。などに負けてたまるか。こんなの絶対勝てっこないって。誰か助けて。おかげで助かったぞ。これならまだやれそうだ。あんたたちについていった方が生き残れそう。一緒に戦わせてよ。あのデカブツ、面倒だな。このままじゃ一緒に戦ってほしい。よし、俺も行く。奴らをぶっ殺してやる。ベルドルト、悪いけど君の好きなようにはさせない。のっぽ野郎が、てめえはここでぶっ倒してやる。よし、超大型巨人の足を止めた。目型奪還のための時間稼ぎというわけか。逃がすな。こんな時に立体起動装置の故障か。鎧の巨人が逃亡するぞ。防衛線を解体し奴を追撃せよ。
超大型巨人は無力化したが、鎧の巨人が生きている限り外扉の安全は保証できない。無縁弾ヤバいってことだよな。やがったな獣の巨人、今度こそお前をぶっ倒せ。くそ、逃がしちまった。だがこれで投石は防げたか。見せてあげる。あの円山、強力な巨人が現れたようだな。他の巨人と同時に相手にするのは避けたい。奴の存在は作戦の妨げとなる。迅速に討伐せよ。ここは片付いたな。急げ、鎧の巨人の逃走を阻止せよ。鎧の巨人を追う。奴らを逃がすわけにはいかない。私たちがライナーを止める。よし、鎧の巨人の動きが止まったか。みんなよくやってくれた。